はい、おはようございます。昼ビール放送局。昼ビール放送局なのに、朝早くから収録してる、キャリーダイエットウォークのマコネです。今日もね、片道歩いて40分のところを歩いて出勤していこうと思います。その間、だらだらおしゃべりにお付き合いください。この3日4日ね、ちょっとね、16時間断食始めて以来、こんなに、心のバランスがよろしくないのは、久しぶりってぐらいちょっとバランス崩してて、ちょっとね、どうしようかと思っちゃってるんだけど、若い頃でもないけど、そう、別にどうしても私が行かなきゃ、他にできないっていう仕事じゃなければね、ちょっと体調悪いんで、じゃあ休ませてくださいっていうふうに、若い頃はね、よくずる休みもしてました。もうさ、で、今のね、このお風呂掃除の仕事は、私が休んじゃうと、そう、なかなか大変な状況になってしまうので、この3年間、このお風呂の仕事を始めて3年ぐらい経つんですけども、この3年間で身についたことは、ずる休みをしなくなったと。ずる休みをしなくなったということが最大の、この3年間で学んだことかなと思ってます。寒い。そう、今日もね、天気いいんだけど、カラスがカーカー鳴いてるな。今、家出たばっかなんだけど、もう、空が明るくなってきてる。ちょっと明るくなってきた空の中に、まだ暗い中で月がちょっと照らしてるって感じで、これからね、どんどん出勤するときも明るくなってきて、もう暗い夜道を歩くことはなくなっていくんだけど、ここ数日というか、先週のね、金曜日ぐらいから、なんかちょっとね、心も体も、リズムもね、なんかよろしくないのよ。そしてね、昨日、いつもね、この収録終わって、で、お仕事して帰って、お昼ご飯食べてから M キャストの収録をしてたんだけど、昨日はね、気乗りしなくて、この気乗りしない時に収録してもパッとこないと思って寝ちゃったの。4時ぐらいかな。そう。夕方4時ぐらい寝て、いつも10時半ぐらい、深夜ちょっと前の10時半ぐらいに起きて、もそもそって動き始めるんだけど、昨日はね、12時からお仕事だったのよ。そう。12時からお仕事で、12時って深夜の12時ね。で、日曜日に、これから行くところと違うお風呂のね、ジムのお風呂の掃除をしてるんだけど、それがね、浴槽を全部お湯を落として掃除するから、時間かかる日なのよ。そう。それで、人数も多いし、気心を知れたね、2年、3年と付き合いのあるメンバーばっかだったから、そう、気が楽なんだけど、それもね、10時半ぐらいに目覚まし時計かけてるにもかかわらず、そう、いつもね、12時ぴったりに、もう一回ね、なるようになってるんだけど、もう2回目の目覚まし時計で、ハッとするまで、起きれなくて気がついたらもうギリギリみたいなそんな感じで今日行きで帰ってきてから深夜ね慌てて M キャスも収録しそれも中途半端な感じのね収録しそう慌てて YouTube の発信予約しでギリギリ間に合ってそう、ポッドキャストの始も予約も間に合って、やっとギリギリ出勤してる感じ。そう、だからね、そう、理由は、ちょっとこのバランスが悪い理由としては、そう、体重が、
安定しておってないというか、ストレスに負けて、なんだろう、大したストレスじゃないのに、なんでストレスに負けちゃってるんだろう。なんかね、今週は、この本当数日は、なんか想定外のね、そうそう、気持ちの荒れ、波っていうか、荒れがあって、荒れてる感じなんだよね。そう、だから今日も、今これから何を話すかって、全然ノープランで、そう、とりあえず、歩きながら考えようみたいな感じだったんだよ。そう。まあ、それでね。まあ、ちょうどね、昨日新潟県も、地方選挙があって、そう。まあ、出揃って、新人が二人入ってたかな。そうそう、うん。そう。んで、まあ、私がね、個人的に投票した人は、まあ、なんとか、滑り込みみたいな感じだったけど、まあね、新潟県で一番初めて、県議会議員になった女性のね、方がいらっしゃるんだけど、その方の、お嬢さんなのね。で、まあ、もっと若い頃からね、市議だったんだけど、市議を得ての県議なんだけど、そう、市議になる前から知ってたので、まあまあまあ、そう、よかったねっていう感じなんだけど、そう、話もね、まあ、それほどしたいわけでもなく、そう、そうね、そう、今日はもう、お敵様が見てるから、お敵様の話をしますかね。お敵様の話をしましょう。そう、お敵様は大好きよ。そう、私はかぐや姫だと思ってたことがあるもの。なんか、かぐや姫っていう物語を見て、竹取物語もさ、まあ、かぐや姫も一緒だけどさ、まあ、諸説いろいろあるじゃない。そう、いろんなさ、かぐや姫にまつわるさ、いろんな話って、まあ、都市伝説から始まり、歴史的な背景もあり、そう、現代に、また脚色されてるところもあり、まあ、いろんなね、話はあるんだけど、そう、私はさ、小さい頃、親指姫とか、シンデレラとか、かぐや姫とか、お母さんにね、読んでもらいながら、そう、私も、お姫様だと思ってた。だから、いつかどっかから、迎えに来られて、お姫様になるんだろうなって、そう、小さい頃は結構本当にそう思ってたよね。そう。そう、おかしい？おかしくないよね。みんなだって多分いるでしょ？自分がサイヤ人じゃないかなと思ってた人とかさ、そう、セイントなんじゃないかなとか、思ってた人いるでしょ？一緒一緒。引かない。私はさ、そういうふうに、物語のさ、主人公、アニメの中のキャラクターにっていうのはあんまなかったけど、ほんとね、かぐや姫にはなんかね、すっごく憧れたんだよね。そう、月の世界だよ。月の世界といえば、現代版のかぐや姫がセーラームーンだったりする。あ、そうかもね。まあね、セーラームーンは、まあ、なんか、ちょっと、もうさ、中学生、高校生、中学生ぐらいで、そう、小学校、高校学年か中学生ぐらいで、なんかね、家で見るのが恥ずかしくて、あんまり見てなかったんだよね。もうそんな話も前したの。それで、まあ、かぐや姫なんだけどさ、まあ、お月様なんだけど、小さい頃さ、お父さん、私がね、欲しいって言ったのかな、天体望遠鏡欲しいって言い張ったらさ、お父さんがね、当時ね、多分セットで5万円ぐらいだと思うんだけど、5万円ぐらいの天体望遠鏡さ、買うてきてさ、赤道儀って言うんだっけ、もともとさ、赤道儀はついてなくて、赤道儀って、天体に合わせると上追尾するやつなんだけど、今のやつはわからないんだけどさ、
昔のやつは、そう、北極星に、北極星に合わせて、北極星を中心に自動的に動くようになってたから、設定がすっごい難しいの。そう。暗い中でね、やるにはね、慣れなきゃ無理。そう、お父さんがね、一生懸命設定してたんだけど、もともとさ、赤道儀がついてない?ただ手でね、グイグイって回して、天体望遠鏡を、そう、使って、星とか見るぐらいの、まあ、天体望遠鏡だったんだけど、後から赤道儀を父の父親が買ってきて、赤道儀付きになってて、うん。でも、私が知ってる限り、赤道儀を使って、星を観察したのは、一回だけ。お父さんと、見に行ったんだけど、すごい寒い日でさ、寒くはなか、でも寒かったな。赤道儀のセッティングが終わるまで、私とさ、私は車の中で待ったんだけど、もう寒いし、眠いし、もう星なんかどうでもよくなっちゃって、お父さんがいつまで経ってもさ、設定が終わらないのを、やきもきしながら待ってたのを覚えてます。うん。その頃がね、天体観測って私はすごい好きでさ、うん。好きというか、憧れだよね。そう。だから、うん。ちっちゃい頃の、夢のマイホーム。私が、絵とかに描いた、ノートとかに描いた、夢のマイホームの絵とかには、屋根に、天体ドームがあるんだよ。うん。で、今でもね、天体ドームとかの、ある家に住みたいなとか、そう、なんだろう、大きい天体望遠鏡欲しいなとか、ほら、で、今、電子観望とかあるじゃない?まあ、部屋の中でさ、そう、パソコンで天体観測とか、そうやりたいなとか思ってたりとか、うん。私の憧れのさ、軽トラで、軽トラに天体望遠鏡を積んで、で、あっちこっち、キャンプしながら星を眺めて回りたいなとか、そういうね、星に関するね、夢もいっぱいあるのよ。うん。あれ、今日走ってる人がいっぱいいるな。あ、それでね、そう、お月様は、私が、天体望遠鏡買ってもらって、2回目に見た天体で、一番最初はね、木星だった。で、木星のリングまで見えたかどうか覚えてないけど、衛星が見えたのは、そう、覚えてる。うん。木星の衛星がチラッと見えたのは覚えてる。そう。次に見たのがお月様で、お月様は結構月面のね、細かいところまで見えたのを覚えてるな。そう。お父さんね、それに写真撮ってたからね。私のね、写真はお父さんの影響が結構強いのよ。うん。もうお父さんもね、後からお父さんが撮った写真とか見ると、うまいってわけじゃなかったんだけどね。ほんと、趣味フォトグラファーだよね。っていうか、彼の場合は、モテるために写真を撮ってたような気がする。そう、うちの父さんね、旅行オタクっぽくて、あっちこっちね、一人旅してたみたいね。そう、その旅先々で、女性に声かけて写真撮ってたみたいよ。そう。な、それで、私が撮った時の写真とかは、自由研究とか、夏休みの自由研究で使ってたな。それがね、小学校1年生か2年生だと思うんだよな。多分1年生じゃなかったかな。そう思うと、1年生で天体望遠鏡欲しいってので、そんな、5万もするようなポって買ってくるお父さんもどうかと思うけどね。多分自分が欲しかったんだろうね。なんで、そう、自由研究ね。で、2年生の時は、岩石、お母さんと一緒に、信濃川のね、河川敷で、いろんな石を拾って、それをいろいろ調べれて自由研究をやったな。で、3年生の時に、初めて一人で、新潟から、お母さんの実家の千葉のあそこまで、
電車で行ったんだけど、3年生ね。そう、その頃はね、新潟のね、土田舎のさ、小学生がさ、一人で電車で行くってのは珍しかったのかもしれない。小学校3年生だったかな。いや、だからもっと前だったな、私。ちょっと覚えてないな。でも、小学校3年生の時の自由研究は、お母さんの実家に行った時の、その、旅行記をまとめたんだけは覚えてるな。そう。あれ、初めて一人で、東京行ったのって、もっと早かった気がするんだよな。幼稚園ってことはないと思うけど、小学校1年生、2年生とかじゃないかな。そう。そう、まだね、上越新幹線が、通ったばっかりだし、上越新幹線の、上越新幹線がね、新潟から出て、大宮でストップして、大宮から東京まで、当時上野だったな。上野まで、リレー号っていう特急が走ってたの。で、特急リレー号の乗り換えが不安だってことで、私が不安だったから、当時、特急で東京まで、上野まで行く、新幹線とは違う電車があったのよ。それでね、東京行ったんだよね。そして、常磐線に乗り換えて、で、安孫子まで行って、安孫子の家から、安孫子のお母さん実家に電話したけど、出なかったから、自分でタクシー乗って、お母さん実家まで行ったら、おばあちゃんがびっくりしたみたいな。まあ、行くのは分かってたんだけど、部屋も家まで来るとは思わなかったみたいな感じで、駅に迎えに行くもんだと思ってたみたいな感じでね。そう。多分、やっぱ小学校1年生か2年生だと思うな。うわ、寒い。手が冷たい。うわ、なんか風が出てきたね。そう、風の音が入りまくったらごめんね。まあ、しょうがないか。そう、まあ、それで、その後の自由研究って何やったかってあんま覚えてないんだけど、私はね、小学校3年生から4年生上がるときに、学校転校したのよ。そう、長岡市内だけど、こう、その転校する前の、学校は、人数が、街中の学校なんだけど、まあ、人数があんまりいなくて、2クラスしかなかったんだよ。そう。で、まあ、男の子も女の子も、普通にみんなして遊んでたから、女の子の家に遊びに行くとか、女の子たちに遊びに来るとか、そんなのは、全然普通のこと。何も意識することもなかった。そう。でも、転校した学校は、もう男子と女子で、まあ、仲が悪い。女子と一緒に喋ってるだけで、もう仲間外れにされるような学校だったのよ。うん。だから、あまりの環境の違いに、びっくりしちゃって、もう前の学校に戻りたいよ、みたいな感じでね。登校拒否にはならなかったけど、もう学校行く途中、いつもね、行きたくなくて、お腹が痛くなるのよ。そう、歩いてる最中に。今で言うところの、強迫性、大腸炎みたいな。そんな感じだと思うんだけど、うん。で、まあ、行く途中にね、うんちを漏らしたことはなかったけど、知らない家にね、駆け込んでトイレ借りたこともあったしさ、もう走ってさ、家まで帰ってうんちしたこともあったし、学校まで走って行って、先にトイレ行ったこともあったし、ほんとね、もう学校に行くっていうことがもうストレスで仕方なかったんだよね。だからもう学校ね、全然楽しくなかったよね。で、急にマンモス校だしさ。当時、4クラスまであったのかな。で、中学校になったら今度それが 5クラスになって、さらに大きくなってみたいな感じだったんだけど、まあ私は1974年生まれのさ、第二次ベビーブームのね、真っ只中のね、世代だから、まあどこ行っても人数は多かったけどね。だからまあ一クラスで45人とかだったんだよ。一クラス45人だから、もうぎゅうぎゅうだよ。だからさ、同級生が、多分ね、当時でもみんなの名前知らなかったかもしれない。
うん。まあ、その代わりね、冬はさ、木造の校舎でもさ、当時あの4年生は木造の校舎だったんだけど、木造の校舎でも、あの人数が多い分は暖かかったけどね。もちろん、もし楽しかったこともあったしさ、いろんな経験もできたけど、でもまあ基本的に学校行くのは本当にやでやで仕方なかった。そう、それはね、中学校になっても高校になってもそう。うん。だから、なんだろう。もしかしたら私の人生の中で、一番大きな出来事って、転校だったかもしれない。今思えばね。そう。だからまあね、まあ親の都合とはいえ、フリーと振り回されたっていうのがまあ、正直なところかね。さあ、まあ、手袋欲しいな。この時期に手袋売ってないしな。まあ、そんで、次は、そうだそうだ、昨日はさ、あら、宇宙船がいるわ。うん。鼻大きい子がいるのは珍しい。昨日はね、曇りで、朝のうちは曇りだったけど、今日はほんともう、そう、雲は遠くにいるけど、そう、遠くにいるぐらいなもんで、もう、ちょっと頭よりは真っ青な、いい天気だね。だから帰るときにはきっと、もう暖かいと思うんだけど、このね、出勤するときは、まあ、寒くて、ほんとさ、そう、スマホを握ってるさ、手がもう、かじかんで、鼻水も出るみたいな。まあ、ただ、これが職場に行くとさ、まあ、お風呂だからね、そこそこ暖かいし。でね、すぐに、私が飲むのは、そう、足と手をお風呂のお湯の中に入れて、温めるのが一番最初の、する仕事。うん。そうしないと、もう、テンション上がんないんだもん。そして、まあ、歩きながら、うん、本当に今日走ってる人多いな。あれ今日なんで？でも月曜日だよな。月曜日だもんね。月曜日の朝からこんなに走ってる人多いのは珍しいかもしれない。ねえ、あんだけ綺麗だった桜もさ、もう一昨日の風でもうほとんどなくなっちゃって、もう見る影もなく、残ったのはもうまだ若葉が出ない小枝みたいな感じで。でもさ、桜があんまりにも綺麗で、心があんまりにもホットになったから、そう、それが急に消えちゃったことで、またキュッとなんか心がしぼんじゃったのかもしれないね。そう。それもあり得るかもしれないな。まあ、どっちにしてもね、そう。私ね、天気が悪いとね、天気が悪いとテンション下がるんだ。ほんと、ダダダダと。昨日はさ、帰りに天気良くなってきたんだけど、それでも、なんだろう。なんかね、疲れちゃってたんだよね。そう。で、まあ、ここ数日さ、16時間断食の、8時間のね、食べて8時間の間には入ってるんだけど、まあ、すごい食べててさ、やっぱその、食べ過ぎてるっていう風に自分でも分かってるわけよ。それがストレスだったりするのかもね。そう。うん。だから今日から、もちろん野菜中心のさ、食生活なんだけど、昨日はね、大豆も多かったしな。ちょっと、野菜をもっと多くて、食べる量をもうちょっと抑えるような食事にして、そう、やっぱちょっと、寝る前、ちょっとストレッチするようなぐらいの心よろしいよね。うん、そう。まあ、7月にさ、ライル検定の資格試験がさ、あるのがもう決まったからさ、まあそう思うとね、そう、もうちょっと気を引き締めて勉強しなきゃいけないと思うんだけど、なんにしても、この終日、てかここ1週間、2週間ぐらい、ちょっと、テンションがあんまり良くないんだわね。
ゃあ橋を渡りきって、あとは職場までの一本道、桜のね、まだまだちょびっと残ってる桜を眺めながら、そう、また今日からまた心をリセットして、新しい気持ちで今日から16時間断食を始めるっていう気持ちでテンションを上げて取り組んでいきたいと思います。そう、もうまあテンション落ちた時にね、もう落ちるのは仕方ないし、落ちることはまあ何でもありさ、まあそこを修正して気持ちを上げていけるという修正力が、まあ3年っていう長い間だからね、大事だと思っているわけよ。そう。でまあ、今週のね、16時間断食の反省会でもさ、ちょっと語ったんだけど、そう、もう結果にフューチョンするっていうか、結果に、フォーカスするのは、やめようと。その過程を大事にしようっていうのを、私の中で、なんか徹底したいと思ってるの。だから、まさに、髪の毛が口の中に入っちゃった。まさに今が、過程なわけよね。その、16時間断食の過程の中で、まあいろんなことが起こる。うん。その過程をしっかり見つめて、そこの修正をしっかり取り組んでいこうっていうのが、まあ今週の課題で、まあ今後の課題だと思ってるの。うん。だからさ、まあ多くはね、まあビジネスにしても何にしても、結果が全てかもしれないけど、でも結果が全てって思っちゃってると、なんか、良くない気がするんだよね。そう、具体的に何が良くないかっていうのはちょっと私もなんか言い切れないんだけどさ。それはさ、なんか人間らしくないって思うのよ。そう、人間らしくないって言ったらなんか大げさだけど、なんか、そう。結論ありきっていうか、なんだろうな。そう。だって、私たちはさ、みんなその、時間の中で存在してるし、時間の中で生きてるわけじゃん。確かに私はさ、自分の生きてる時間、私も過去に、ポッドキャストでも喋ったけど、自分の生きてる時間とか、生きてる空間が、果たして本当に現実のものかっていうのは、ちょっとね、懐疑的に思ってて、本当に目の前にあるものが真実かどうかっていう確証は全然感じてない。うん。もしかしたら、全然、本当、誰かが作ったジオラマの中の、アニメの中の一人のキャラクターとして、遠くから誰かが見てるかもしれないなんていうくらいのことを思うことはあるけど、そう、まあ、そこの哲学的な話はちょっと別として、そう、私が普段生きてる、この世界があって、この世界が統一の時間の中で動いてるということをさ、前提とするなら、当然私たちはみんな時間の中を生きてるわけよ。そう。だから、ある一点の結果をフューチャーすれば、もちろんさ、結果がいいのか悪いのかっていう中で判断されることは多いよ。そう。でもそこに至るまで私たちは、やっぱり時間を、の中を生きて、で、そして、そこの目的に向かって行動してるわけじゃん。となればさ、そこの過程の中に、どんな風に生きて、どんな風に行動し、どんな風に判断したかっていうのが、やっぱり大事なんじゃないかなって思っててさ。そう思うと、私の16時間断食はさ、まだ始まって、3ヶ月は経たない。まだ3ヶ月は経ってない。そう、2ヶ月ちょいじゃん。そう、いろんなことがあって当然、こうやってテンションが低い日もあるし、なんかうまくいかなくて、なんか嫌になっちゃって、そう、寝る前に食べちゃったとか、飲んじゃったって日があっても、それは仕方ない。そう、それは、3年の1000日以上に及ぶさ、16時間断食の間の一つで、で、私はその16時間断食3年で終えるつもりじゃなくて、3年以降ずっと死ぬまで16時間断食を続けていくつもりだから、その中で、
まだまだね、私の体のリズムが、頭がね、16時間断食にしっかり切り替わってないっていうだけの話、体がしっかり切り替わってないってだけの話、となれば、そんなね、慌てることはなく、これからも時間をかけてね、しっかり16時間断食を意識した生活のリズム作りを心がけていくってことが、やっぱ必要不可欠。そう、そこがまだ今足りてないっていうだけなんだよね。まあそう思って、心を修正していく。修正していく。そう、修正していく。うん。一生懸命自分の心に言い聞かせてる。そう。悩んで下向いてもしょうがない。今別に起こってることが別に全てじゃないからね。うん。だから、今日もね、仕事を、これからね、お風呂の仕事を一生懸命頑張って、で、帰りに、いや、今日は帰ってから大根の、あと、切り干し大根があるからね、切り干し大根を袋を開けて、で、キャベツもいっぱいあるからキャベツをドバッと入れて、なんだっけ、酒粕と味噌の入ったお味噌汁を飲んで、そう、そして、ゆで卵を茹でて、昨日卵の安く買えたからね、ゆで卵を茹でて、そして、今撮ってるやつの、コーディングをし、で、エミキャスの収録し、で、ご飯食べて、そして、そう、あ、今日帰り、そう、ショートムービーの動画もちょっと撮らなきゃだね。あ、今のうちに撮っちゃおうかな。ちょっと時間あるから。うん。で、16時間。で、発信の手続きし、そう、そして、今日は早めに寝ると。そう、やっぱちょっと寝不足なのかな。そんなことないと思うんだけどな。うん。そう。でも睡眠時間は、まあ、6時間以上、6時間ちょっとは寝てるんだよね。でも、もっと寝なきゃいけないんだと思うんだよな、うちの体は。そう。うん。そうしないと、やっぱり、なんだろう、リズムが取れないんじゃないかな。まあ、そんなわけで、うん。まあ、体もポカポカ、お腹もポカポカ、気持ちも前向きになってきて、みんながね、マイクの遠く、マイクのってか、スピーカーのね、ポッドキャストの向こうで応援してるっていうことをすごく感じながら、今日も素晴らしい一日をスタートできると思います。そんなわけで、そう、まあ、お時間がね、ちょうど30分くらい超えましたので、今日はここで終わりにしたいと思います。そんなわけで、今日はちょっとね、ダラダラの愚痴じゃないけど、泣き言っぽい内容になりましたが、また明日も皆さんご視聴よろしくお願いします。ヒルビル補足、分かりダイエットウォーク、マコネでした。またね。